株式会社製文館書店は日本の書店チェーンである。愛知県東三河地方を中心に愛知県、静岡県、埼玉県、神奈川県、千葉県に店舗を有する。600坪から1000坪級の郊外型複合店を中心に約50店舗を展開している。愛知県豊橋市にある本店は東海地区最大の売り場面積1500坪の総合書店である。 1923年2月、木和大作によって、豊橋市の時は通りに、西文館書店が創業された。太平洋戦争中の1945年6月には、豊橋空襲で建物が消失したが、戦後間もなく、豊橋市広小路一丁目六番地の現在地で営業を再開した。1967年、出荷により全焼したものの、 1969年には1881平方メートルの本店を新築した。2004年には本店を増床して4950平方メートルとした。書籍仕入れの主要取引先は日本出版販売。本店は歴史書混和会、人文会、工学書協会等有力出版団体の特約常備店として人文科学、社会科学、 理工学などの専門書を得意分野としているほかコミック、コンピュータゲーム攻略本などでも、国内有数の売り上げを誇っている。一部店舗では、プラモデル、トレーディングカードなどを販売する、ホビーショップ事業も展開。また、2005年からは、ツタヤと提携し、書籍、文具、CD、DVD のレンタルおよび販売を複合した店舗を積極展開している。 愛知県がまごうり三国店、静岡県、岐阜県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、静岡県、千葉県、埼玉県関連会社として、株式会社成分館があり、こちらでは不動産賃貸及び出版を行っている。本社所在地は、成分館書店と同じ。出版部は、東京都、千代田区、飯田橋1、1の5の9にあり、自動車整備士試験の参考書を専門に、 発行している。ありがとうございます。